10番ホール171ヤードのショートです。でこのホールは状況を見てみると打ち下ろしで左右にバンカーがあります。ただ左のバンカーはこう手前まで来てるんですけど、右のバンカーは奥なんですね。ですから僕が考えるのは、左は×、右手前は結構広いねアプローチエリアがあるので、ちょっと右に行ってもいいなと思ってます。まあ右から林がせり出しているので押し出したらダメですけど、まあまあ広いんです。ですからここはできれば少しスライス気味の球、フェード系の球で行けば左のバンカーを避けて広いエリアからアプローチ、まあ乗ってくれれば2パットっていうようなイメージで行きたいと思います。でそのために僕は打ち方としては、ここはフェードボールを打ちたいので少し腕のローテーションを抑えて横型フィニッシュで、こう体がねあんまり右にのけぞらないようにスッと左足の上で立つようなイメージで打ってみます。さあ行きます。もうピンまっすぐ狙っておいて、そしてここからちょっと腕のローテーションを抑えて I 型横型フィニッシュでいきます。さあセカンドショットです。旗まではだいたい25ヤードぐらいで、今見ると高低差がねこれで70センチぐらいあるんですよ。でだいたい10センチで1ヤードぐらい足していくような感じなので、平らに換算するともう32ヤードぐらい打たなければいけないってなると、僕はここは気をつけるのは、いつもの 1-2 のテンポだとこれ大きく振ってもいかないです。ダフったりしてしまう。ですからちょっと早めのテンポで1-2 って打ちます。でもう 1-2 のテンポだったらこれが8番アイアンでキャリー1対4ぐらいのイメージ、 1-2 って感じで、ちょっともう握りもアプローチ、立ち方もアプローチで、もう少し先にキャリーをさせるつもりで、もうアプローチのイメージで打ってみます。さあ行きます。早めのテンポで 1-2 でいきます。さあショートパットです。カップの真下はですねこの辺です。ですから少し左側ということはちょっとスライスで、だいたい僕は今これカップの内側この辺狙ってます。でちょうどここに黒い傷があるので、そこに狙って振り幅を決める、これぐらいで決めたらもうあとはその通過点だけを意識して打ちます。